6時になりました。12月21日火曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外はまだ真っ暗、気温は 6.7 度、湿度 54% です。ラジオ機のあなたの周りはいかがでしょうか。今日も関東地方広く晴れる見込みです。今朝北部中心に氷点下の冷え込みとなっているところありますが、最高気温は日差しとともにですね、上がってきて15度前後のところが多くなるでしょう。風は比較的弱く穏やかな天気となりそうです。ただ空気乾燥しています。火の取り扱いには十分お気をつけになってください。東京地方今日は晴れ、降水確率は 0% ですね。現在乾燥注意報が神奈川県と栃木県に、濃霧注意報が栃木の南東部、波浪強風注意報が千葉県のいすみ阿波地域に出ています。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まあ、今日は比較的あったかになるようですけども、このところやっぱり寒い日続きましたね。そうですね、昨日は久しぶりに群馬行ったんですけど、本当、朝早かったんですが、辛かったですね、寒くて。そうですよね、もう氷点下、マイナス1度か2度ぐらい、本当に、やばいですよ。いやいや寒いですよね。寒いですよね、寒いございます、本当ね。寒いとどうしても何かこう体も縮こまって、免疫力も落ちるような気がしちゃってね。そうですね、あとね、僕の場合はね、おでこがね、やっぱちょっとね、シワが寄るんですよ。おお、そういうもんですか。水分が蒸発しちゃって、だからしょうがないので、よくねマッサージするんですよね、もんびもんびと。頭皮マッサージ、頭皮マッサージ、そうそう、頭皮だつもりなのが、だん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 ですね、あれ俺今背中かいてるみたいな。いや、かいてないですよ。おでこ揉んでたらいつの間にか背中かいちゃって。手回りますね。いや、私のおでこは180度ですから。いや、待ってください。こうですか。いや、360度でした。360度、円を描く一周してきて、どこまでが俺のおでこか分かんない状況で、もうこのネタね、この数年間で何度も やらされてますからね。いやいやいや、待ってください。寺島さん確信犯ですよね。いや、待ってください。いや、楽しいんだもんだって。いやいや、失礼いたしました。さて、フィギュアスケート男子でオリンピック連覇の羽生結弦選手が、あさって開幕する北京冬季オリンピック代表最終選考会を兼ねた全日本選手権に出場する意向を固めたことが分かりました。右足首故障の影響でおよそ8ヶ月ぶりの実戦です。羽生選手はですね、11月にグランプリシリーズ2試合に出場する予定だったんですが、大会前の練習で右足関節靭帯、これを痛めて、第4戦の NHK 杯と第6戦ロシアカップ、ロシア杯をですね、欠場しました。でこのロシア杯の欠場が決まった際には、日常生活では足首の痛みの影響がなくなってきたとコメントし、氷上氷の上での練習再開していることを明らかにしていました。4年前のピョンチャンオリンピック前もですね、同じく右足首を負傷して、当時全日本欠場したんですが、代表入りしてぶっつけ本番でオリンピック2連覇を達成しています。いや、まあそれがあるからということもあるんですけど、まあ、今回もなんとか頑張ってほしいところではありますね。そうですね、本当にね、やっぱ怪我がつきものっていうかね、やっぱ過酷なね、練習をしてきた、その手があったつけって言いますかね、そういったものが出てるんでしょうけど、本当ね、大事をとって、なおかつ日本人はもうみんなね、期待してますからね。そうなんですよね。だけどこれ考えてみれば、氷上氷の上ってガッチガチなわけですからね。そうですよね。そこからジャンプしてまた降りてって言えば、やっぱりいろんなところに負担かかりますよ。膝だとかね、足首だとか。そうですよ、本当ね。そして転倒すりゃお尻は痛いわね。もう僕なんかはですね、おでこつるつるってまたですか。おでこを中心にして、小窓よりくるくるって
張るようだね、そんな感じですからね。いやーねー、今想像しましたよ、田中先生が、なんかもう逆になって、もう逆になってね、コマのようにくるくるですからね、本当に。さて、あの平昌オリンピックの後ですね、最大のモチベーションに掲げてきたのが前人未到のクワッドアクセル。クワッドって4ですよね、4回転半ジャンプ、すごい、まあ、トリプルアクセルとか聞いたことありますけども、クワッドアクセルってんですね、これね。そうですね、4回転半ジャンプ、これまで幾度となく最終目標と公言してきた大技で、全日本で挑戦するか注目されています。4回転半、まあこれはもはやもう想像の域を超えちゃいましたね。うちの親父が昔ですね、あのプロレスファンで、はい、あのよく家の中でですね、3回転半チョップとか言ってですね、私を練習台にしてやってましたけどね、はたから見ても1回転もしてねえじゃねえかそれ、その3回転半とかの半ってのはなんでつけちゃったんですかね、お父さん。わかんないですけど ね、 ね、ミルマスカラス見てね、あの影響されたみたいな。なるほど、もうね、3回転半チョップとか言ってね、あの家の階段から僕めがけてやるんですよ。僕は小学生ですからね、はい、あそれをなんか 30代のおっさんがですねやるんですよ、いきなり子供に向かって、はい、ところがどう見てもね半回転もしてないんですよね。やるんだったらどう、動物も良くないですよね、飼っていたね、あのうち、あの虎とかライオンいましたけどね、そう、だからそれにできないんで、あの息子の俺にやるっていうね、強いんだからやってみろって、はい、さてこの北京冬季オリンピックめぐってはですね、中国の人権問題で、その外交的ボイコットの動き、これが広がっている中、中国のあの選手をめぐって新たな動きがありました。中国の前副首相から性的関係を迫られたことを SNS 上で告白したとされる女子テニスの選手ホウ・スイさんがシンガポールのメディアの取材に応じて、誰かから性的暴行を受けたと言ったり書いたりしたことはないと述べ、自らは自由だと強調しました。これに先立って中国国営メディアの記者がツイッターに、ホウさんが中国の有名なバスケットボール選手らと談笑する様子を公開しているということなんですね。でこの問題めぐってはですね、 WTA 女子テニス協会が今月、中国はこの問題に信頼できる対処をしていないなどとして、香港を含む中国で全ての大会中止すると発表していました。まあ、この騒動です。まあ、今回はだからホウ・スイさんが、いや私言ってませんよそんなことっていうことですよね。まあだからね、はい、これはまあ中国共産党って言いますか、あるアメリカの経済学者がね、はい、この記事について、ツイッターでつぶやいてましたけど、典型的な共産主義的なプロパガンダ、政治的な宣伝であるというふうにですね、はい、もう切って捨ててましたけどね、やっぱそういうふうに思いますよね。彭帥さん自身が、はい、まあ、どういうふうに思ってるか分かりませんが、もう彼女のあの発言はね、彼女の発言を離れて、やはりこのね、中国の社会、中国の政治制度が一体どんなものであるのかっていうのをね、改めて国際社会に、はい、まあ突きつけているというふうに思いますよ僕は。ということはだから、まあ、今回こうやって彭帥さん自身がですね、いや誰かから性的暴行を受けたと言ったり書いたりことはしたことはないですって言ったのは、言わされたっていうことも、言わざるを得ないでしょうね。ご本人がやはりこの中国 の、はい、社会の中で生きていくためにはね、やはり言わざるを得ない状況にあるというふうに考えるのが、まあ、自然で、まあ、一斉にね、いろんなこの海外の通信社はこの中国発のこのね、はい、明らかな政治宣伝をそのまま、コメントをせずに流してますけど、それは一体どうなのかなっていうふうに思いますね。やはりここで、はい、そういったね、もうイメージ操作、中国共産党のイメージ操作っていうものを厳しくね、国際社会は批判しなきゃいけない、レベルだと思いますね。はい、文化放送おはようテラちゃん。時刻6時13分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。ニュースピックアップ、こちらから。読売新聞、過去最大補正予算成立。
新型コロナウイルス対策を柱とする2021年度補正予算、昨日参議院本会議で与党などの賛成多数で可決成立しました。コロナ病床の確保ですとか18歳以下への10万円相当の給付のための費用などが盛り込まれました。コロナ禍の生活困窮者対策となる住民税非課税世帯への現金10万円の給付、来年春にも本格化する見通しです。一般会計の歳出35兆9895億円で、補正予算としては20年度第2次補正の 31.9 兆円を上回り過去最大となりました。新型コロナウイルスの感染拡大防止のための予算としては、地域のですね、医療機関の病床確保など医療体制を整備するための緊急包括支援、この交付金に2兆314億、住民税が非課税の世帯に対する1世帯あたり10万円の給付金として1兆4323億円、売上が大きく減った事業者に最大250万円支援する費用として2兆8032億円、時短要請に応じた飲食店への協力金などのための交付金として6兆4769億円盛り込んでいます。18.6 兆円規模のコロナ対策ですが、これは田中さん、この額どうご覧になりますか？そうですね、額としてはなんか大きいんですが、はい、経済をですね、補修したり、はい、維持するお金には、まあ、この生活困窮者対策のお金ですとかね、はい、そういった、そういうところには手厚いんですが、経済を再起動するような、消費を特にね、刺激するようなあの政策にはちょっと、乏しいなと、いう感じですね、はい、だからこのままいくとですね、日本経済の状況でいくと、この補正予算来年にわたってですね、出ていくんですが、来年の後半がかなり厳しいかなって気がしますね。ですから現状維持じゃなくて、もっとね、景気を良くするための額が欲しいってことなんですね。そうですね、だからそのために、の発想がないんですよ、まずね。だから自公の間で、マイナンバーカードにポイント制をつけると、はい、あれで当初は3兆円だったのを2兆円に減額と、はい、あれ、消費を促す政策としてはいいんですけど、わざわざ手続きを難しくして、さらに額も減らすと、その発想にすべて表れてるんですけど、ともかく消費をできるだけ刺激しないような政策になってしまってて、で、GoTo トラベルもね、それは批判もありますよね、GoTo トラベルが感染拡大の引き金になったっていうね。でもそれはちょっとね、実証基本的に怪しいと思ってるんですよ、僕は。でそれをわざわざ来年に回して、しかもですね、平日と土日、まんべんなくね、人が使えるようにすると、その発想はいいんですけど、まんべんなく使えるために額を落として使うと、じゃなくて額をね、高めた水準で、土日と変わらないような水準にして、で平日も使えるような形にした方がいいと思うんですよね。特に傷んだ業態ですからね。そうですね、業種ですからね、だからそこら辺の消費を喚起する政策が非常に弱いということで、ポストコロナ的に考えるとね、非常にこの消費がやっぱこう低迷しそうだなと、でやはりこの消費減税というのをね、与党は、かたくなに拒んでるわけですから、じゃあそれだったら、それに代替するようなね、先ほど言ったようなマイナンバーに、ポイント制をね、もうてんこ盛り、10万円ぐらい、くれたっていいじゃないかとかね、またはね、もっとその GoTo トラベルで、旅行にね、傾くんであれば、一方で、じゃあ GoTo トラベルなんていうことじゃなくて、もう旅行業に、直接お金をこう、配る。なので、さらに旅行だけではなくて、いろんなね、本であるとか、そうですね、そう。アマゾンクーポン券でも何でもいいですよ、本当に、とにかく消費をしてもらうってことですよね。ネットフリー消費券だとかね、何でもいいですよね、そういった、特定 の、 メーカーに偏らなくてもいいんですけど、なんかいろんなね、やり方いっぱいあるんじゃないかなって、消費クーポンみたいなものをね、マイナンバーに連動しなくたっていいですから、ともかく消費に回るようなお金をね、やらなきゃいけないですよね、はい、続いてはこちら、読売新聞、 GDP 成長 3.0% 超に上方修正、
政府は来年度の GDP 成長率の見通し、実質で前の年度に比べて 3.0% 増、上回る水準とする方向で最終調整に入りました。昨日成立した今年度補正予算が景気を押し上げると見込んで、7月時点の 2.2% 増から上方修正するということです。田中さん、今年度補正予算が景気を押し上げると見込んでるってことなんですね。まあそう、ね、はい、押し上げないわけはないんですけど、やはり、おそらくですね、はい、今はこの 3.0% に、情報修正してますけど、先ほどちょっと言いましたけどね、補正予算で、景気を刺激する部分、はい、消費を刺激する部分の対応が弱いので、おそらく、来年の後半には失速していく可能性が強いと思いますね、はい、時刻6時19分です。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。日経新聞からです。個人金融資産2000兆円へという、こういう記事があります。個人の金融資産が年内にも2000兆円を突破する見通しです。ここ数年は保有株の値上がりも追い風となり、30年前から倍増しました。まあ、ただ半分強を現預金が占めていて、国際的に見て安全志向は突出していると。株投資信託が金融資産の半分を占めるアメリカでは30年で 6.7 倍に増えました。日本の家計は株高の恩恵受けづらく、企業にもお金が回りづらい構図となっていると。日銀20日発表した9月末の個人の金融資産の残高、1999兆8000億円と過去最高を更新しました。でこの増加は6四半期連続で、この間に183兆円増えました。10月以降もアメリカ株高とかですね、あと円安が続いて、投信のこの投資信託の価格値上がりが目立っています。で12月ボーナス支給もあり、金融資産2021年中に2000兆円台の大台を突破する公算が大きくなっています。金融資産が初めて1000兆円となったのが1990年でした。まあ、それから30年余りで倍増したというこの数字ですね。賃金がほぼ横ばいにとどまる中、将来不安から消費を抑えて預金に回す傾向が続いたためと。高齢化が進んで50歳代以上といった預金の多い世代が増えた面もあるとしています。まあ、この賃金は横ばいの中で金融資産は増えているという、こういう数字が出てきたということなんですが、田中さん、これはどうご覧になりますか。まあね、額だけだと2000兆円とすごい額なんですが、はいはい、30年余りで倍増ですから、まあ、ほぼですね、成長率だと 3% ちょっとぐらいなんですよ、はい、で 3% ちょっとぐらいはですね、普通の実体経済、はい、投資や消費の、それでもまあ 3% っていうのは普通の先進国ではですね、当たり前の数字なんですが、日本の場合はですね、はい、1990年代から2000年代にかけて、はい、ほとんど、0% ぐらいの成長率だったと、はい、いうことですよね、でそれで、賃金なんかもですね、あまり伸びないものがこうずっと、現在まで、ね、はい、尾を引いてしまっているということがあります。でこの安全志向という話なんですが、まあね、やっぱ日本この10年見ても、リーマンショックの影響、そして東日本大震災で、はい、今回のコロナ禍と、この10年ちょっとの間で、ね、この安全志向になるような経済的な、ね、出来事が、はい、大きいものが3つもありましたから、まあ、やむを得ない部分もあるんですが、基本的には政策で動かすことがある程度できると思いますね。ポイントはやはりこのデフレ脱却です。デフレ脱却、デフレだとやはりですね、現金で手元に持っていこうというですね、人たちが多くなりますんで、でこれね、2000兆円全部動かす必要はないんで、はい、今言ったように経済の、規模もですね、毎年毎年 3% ぐらい動いていけば、はい、自然とですね、金融資産のうち消費に回そう、投資に回そうという人たちがですね、かなりの割合出てくると思うんですね、はい、それをまあ促すような政策を、はい、政
府と日本銀行が、協調してやっていかなきゃいけないなというふうに思いますね、うん。まあ、先ほどあの補正予算案が、ね、まあ、決まるという話をしていただきましたけども、はい、来年の秋以降なんですね。そうするとそうですね、ですので、まあ、財務省はともかく消費をね、はい、なんか知んないですけど、是が非でもこう叩こうという姿勢ですよね、伸ばすまいみたいな感じですね、どうしてなのかと、本当にあの日本を、ね、崩壊させる気なのかという気がしますよね、やはりね、日本国内のこの内需って言いますかね、はい、その、 あの大きい要因である消費をここまでなぜ、政府は叩き続けるのか、大きい謎です、はい。また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。いろいろなニュースが今朝も入ってきております。大阪市北区の雑居ビルのクリニックで男女24人が死亡した放火殺人事件、谷本容疑者61歳が住んでいたとされる自宅に、36人が死亡した京都アニメーション放火殺人事件を報じる新聞紙面が残されていたことが捜査関係者の取材で明らかになりました。捜査関係者によると紙面が発見されたのが谷本容疑者の自宅とされる大阪市西淀川区の3階建ての民家です。この自宅ではクリニック放火事件のおよそ30分前に2階一室のこの床が燃えるぼやがありました。で、紙面はこの京アニ事件をですね、報じた新聞の一面記事でこの周辺に残されていたといいます。ぼやも谷本容疑者が放火した疑いがあります。2019年7月に京都アニメーション第一スタジオで発生した放火殺人事件、社員ら36人が命を失っています。殺人罪などで起訴された青葉真司被告、事件前ガソリンスタンドで携行缶に入れたおよそ40リットルのガソリンを購入していたことが分かっています。となるとこれ、まあ、まだ定かではない段階ではありますけれども、この京アニですね、京都アニメーションの放火事件を模倣したかもしれないってことですね。そうですね、ですんでね、やはりこの事件のこの詳細をね、はい、あの報道するっていうことも、はい、なかなかこれからね難しくなってくるんじゃないかなと思うんですよね、はい。つまりこのガソリンを携行缶に入れて、でそれで、まあ、あの事件に及ぶと、まあ、京アニ事件の際はですね、まあ、事件のまあショッキングな面もありますから、はい、あの結構詳細にね、報道されましたよね、で、まあ、これがもし本当に模倣であれば、本当にですね、これから事件報道、はい、まあ、その特に犯罪の手口については、慎重に報道する必要があるんじゃないかなというふうに思えてきますね。そうですね。一方、クリニックのこの放火殺人事件めぐっては、谷本容疑者が11月下旬、自宅近くのガソリンスタンドで、ガソリンおよそ10リットルを購入していたことが分かっています。で、クリニックと自宅への放火、このガソリンが使われた可能性が高いと、府警少なくとも事件の3週間前から甚大な被害をもたらした京アニ事件のこれを参考にですね、計画を進めていたとみて経緯を調べています。で、このガソリンめぐっては京アニ事件で販売規制が強化されました。消防庁総務省令を改正し、ガソリンスタンドがガソリンを容器に入れて販売する際には購入者の身元、目的の確認、記録、これが義務付けられるようになっています。で、谷本容疑者のガソリン購入もガソリンスタンドに保管されていた履歴から分かっています。まあ、京アニ事件受けてガソリン販売の規制が強化はされたんですけれども、まあ、こういった事件を防ぐためにさらに何かこう厳しい規制というか、うん、何らかのこのアイデアが欲しいところではありますね。そうですね、まあ、ただね、はい、やはりこの、自己申告したものと違った用途で使ってますよね、はい。まあ、そういった、ね、どこまでこれ規制が効果があるのかどうか、うん、本当に、ね、厳しいところだと思いますね、はい。さあ、それではここからはですね、田中さんにこのテーマで話を聞きます。中国景気が減速、金利引き下げへ。
中国の中央銀行は金融機関が企業などに融資を行う際の目安となる金利の指標 0.05% 引き下げて 3.8% にすると発表しました。これは実質的な政策金利の引き下げにあたりまして、新型コロナウイルスの感染拡大で経済が打撃を受けていた去年4月以来1年8ヶ月ぶりです。で、中国経済不動産市場の開発や販売が落ち込んでいるほか、個人消費も力強さを欠いていることなどから減速傾向が続いていると見ています。今回の発表、田中さん、これはどうご覧になりますか？そうですね、中国がこの段階で金利を下げたっていうのはね、なるべくこの金利を下げないで、なんとか乗り切ろうっていうのが中国、政府の方針だったわけですよね。本当はまあ中央銀行って政府から独立してるんですけど、中国の場合はほとんど政府のですね、政府っていうか中国共産党のコントロール下にあると思うんですよね。で、なるべくそれを避けて、いわゆるこう、なんて言いますかね、富裕層を叩くって言いますか、あまりですね、この日本風で言うとバブルみたいなものをこうできるだけ回避していって、再分配政策、富裕層から貧困層へっていうね、そういったものをですね、アピールしたいっていうのが中国共産党の方針だったわけです。で、金利を下げてしまうとですね、またこの不動産投資が活気づいてですね、そういった富裕層におもねるんじゃないかというふうな批判につながると、そういうことを警戒していたんですよね。で、できるだけですね、この金利を下げないという方針だったと思うんですが、もうやはりこのね、中国経済の減速が明らか、特に消費がですね、全くこう冷え込んじゃってると、それを深刻に、捉えて、金利下げに踏み切ったと、もうですね、かなり中国経済追い込まれてるなという感じがしますね。で、今回この中国の中央銀行が発表した利上げを予定している他の国の主要の中央銀行との金融政策の乖離、これも浮き彫りとなりました。当初ですね、中国は新型コロナの感染拡大、これをいち早く抑え込んだと、言われて、もしくは自分でも言っていて、去年の GDPは世界主要国で唯一のプラス成長となっていました。田中さん、改めてなんですが、にもかかわらずどうしてこうなったのかってことですね。いやですね、消費が戻ってこないと、あとですね、中国のこのコロナ対応っていうのはですね、すぐ部分的なロックダウンを繰り返してますよね。抑え込んじゃいますよね。そうですね。それでやはりこの国内のこのサプライチェーンがですね、分断化されている可能性があるということですね。で、あとまた情報のですね、管理がすごく強まっていますから、例えばこの金融情報であるとか、あとはですね、海運の情報であるとか、そういったものがですね、世界が利用できなくなってしまって、中国、使い勝手が悪くなっているということで、中国離れというのも、進んでいるという状況で、消費投資ともですね、振るわない状況がやはりこう鮮明化していってるんじゃないかと。で、一方で先ほど言いましたように、政治的な理由でですね、あまりこの、景気刺激、特に金融面での景気刺激政策を取りにくいということが続いてましたんで、金融対応が後手に回ったと。マイナスの面が今ここに来て出てるのかなと思いますね。で、このままいくとですね、中国経済はひょっとしたら、日本のバブル崩壊まではいきませんが、日本化って言いますかね、デフレ経済に突っ込む可能性も徐々に見えてきてるなと思いますね。何か、中国経済に衝撃が加わると、これは1990年代の日本のような長期停滞に、足を突っ込むんじゃないかなっていうふうな気もします、ね。で、この中国の中央銀行ですが、今月15日金融機関から預かる資金の比率、預金準備率、これを引き下げています。そして相次いで発表された今回の利下げです。一部アナリスト、中国が景気減速を食い止めるためにさらなる金融緩和を行う可能性がある、こういうふうにも予想しているということなんですが、これまず田中さん、金融機関からこの預かる資金の比率、預金準備率を引き下げたということは、
企業というかこの会社が余計お金を使えということにつながるわけですね。この預金準備率の引き下げと連動しているのはですね、はい、特定 の、まあ中国共産党から見て、はい、成長するだろうなっていう、はい、部門にですね、お金を、まあ、融資するというようなフレームなんですよね、はい、それと今回 の、 金利引き下げっていうのは、うん、もっとですね金利引き下げの場合は広範囲な、はい、経済の刺激をですね狙ってるんですが、はい、まあ非常にこの、低い利下げな、うん、利下げの幅なんで、やっぱですねまあ、象徴的な意味を持ってるですよね、はあはあ、だからまあ、利下げをしたというね、でそれでまあ刺激を見ようと、はい、でこの 0.05 で見るってことですね。でまあどうなんですかね、本当にこの消費をですね、まあ、リカバリーするためにはですね、はい、この利下げの幅はですねあまりにも少なすぎますね、はい、でアナウンスメント効果としてもやがて、解消されてしまってですね、はい、それほどですね消費を盛り上げる効果は今回の利下げ1回だけではないと、やはりこの、やるとするんだれば複数回して、はい、ひょっとしたらですね利下げが効かない可能性も出てますね、それだけですねちょっと後手に回ったなというふうに思います。そうですか。まあ、ただ一方ではですね東京株式市場も反応しました。週明けの昨日の東京株式市場、中国の景気に対する懸念これが強まったことを受けてですね日経平均株価600円以上値下がりして2万8000円台割り込みました、まあ、それに加えて人の移動などが活発になる年末年始前に新たな変異ウイルスオミクロン株のさらなる感染拡大への警戒感これも根強くあるということです、まあ、株価ですが、ちなみにですねニューヨークダウを見てみると12月20日先ほど閉まりましたが前の週に比べてですね433ドル28セント値を下げた3万4932ドル16セントで取引を終えているということです。まあ、日本が600円下げ、そしてダウはですね433ドル下げているというこんな状況ですが、このあたり株価どうご覧になりますか。そうですね、まあ、オミクロン株のこの感染がね、はい、まあ不確実性がすごく高いんですが、まあ、一部ではですね、まあ、イギリスなんか非常にね新規感染者数が激増してるんですが、はい、ただ伸び率を見るとですね、大きく下がってるらしいんですよ、だから今はまあ数としては大きいんだけど、はい、伸びがですね急激に下がっていますから、そこまでですね、オミクロン株が今後こう、はい、ヨーロッパを中心にですね猛威を振るうかどうか、まだわからない、はい、ひょっとしたらですね早く、収束する可能性もあると、はい、あと、まあ、毒性ですよね、いわゆる、はい、肺まで届かないんじゃないかと、肺でまあ、デルタ株のようにですね、はい、繁殖するんじゃなくて、まあ、もう、肺に届かないところで、菌がですね、繁殖するタイプじゃないかとか、まあ、いろいろ言われてますが、まあ、全部まだわからない。そうなんですよね。そうなんですよね、分析結果早くね、だからそのわからないので、まあ、一喜一憂して株価も大きく反応しちゃうということを繰り返すと思いますね、当分は。はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチューン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。東京メトロが30歳代の男性車掌、乗務中にマナーが悪いと感じた乗客を業務用タブレット端末で無断で、撮影してツイッターに投稿していたと発表しました。東京メトロ車掌を処分する方針です。発表によると車掌有楽町線に乗務していた2019年10月から今年12月まで業務用のタブレット端末で車内で飲酒している乗客一人で幅を取って座っている乗客らを撮影、端末ネットにつなぐことができないためその画面を個人のスマートフォンで接写した上でツイッターに全部で4枚投稿したといいます。今月19日東京メトロに知人が写った写真が投稿されていると指摘があり発覚しました。車掌行為を認めマナーの悪い乗客が我慢ならなかったと話しているといいます。この行為について田中さんこれどうでしょう。そうちょっとまあね、マナーの悪いね、はい、乗客の人、私もね、長時間こう、はい、電車利用しますけど、確かにね我慢できない人もいますが、
でも車掌さんね、それはやりすぎですよね。これ SNS では擁護の声も多く上がっていて、どんどんやるべき、処分はいらない、こういう声もある。まあ、感情的に分かりますよね。ただまあプライバシーの問題とかね。そういえば昨日ですね、私あの群馬に電車で乗ってたらですね、頭部をですね、はい、真っ裸にしてたんですよ。いやいや、そうじゃないですか。いやいやいや、ちょっとヌードだったんですね、あのおでこが、そしたらですね、なんかあの女性の人がですね、そのあの私グリーン車両にいたんですよ、はい、そしたらいきなり乗ってきてですね、スマートフォンでなんかあの写真をですね撮って。田中さんもですか？いや、その全体を、まあ、私もあのヌードで写ってると思うんですよ、頭部だけ、はい、あのそれであの去ってったんですよね、あれ一体何なんかな、何だったの、車掌さんのなんかあの親戚の方かな。いやいや待ってください、何か悪いことでも誰かしてたんですか。いや私ヌードでした。画像やヌード画像の投稿をめぐってこんなニュースもあります。わいせつな画像を送りつけるサイバーフラッシング露出、これが近年問題となっていて、イギリスのある女性インフルエンサー、過去10年にわたり被害に遭ってきただと語っていると、増え続けるサイバーフラッシング、まあ、ですから露出がですね、オンライン上の安全に関する法律を強化する一環として犯罪にするよう求める声が高まっているということなんですけども、こういう被害もあるんですね。そうですね、本当 ね、たまにね、あのサイバーフラッシング露出、僕のツイッターにも、ね、送られてくるんですよ。何がですか？ハグの写真が違うか。それ待って、間もなく7時です。終わり終わり。7時になりました。文化放送、おはよう、テラちゃん。12月21日火曜日、7時になりました。おはようございます、寺島直政です。青空が綺麗ですね。浜松町 6.9 度、風は南東の風が 2.9 メートル、現在吹いてます。さて今日も関東地方広く晴れ、今朝北部中心に氷点下の冷え込みとなっているところありますが、日差しとともに気温順調に上がるでしょう。最高気温、東京都心、埼玉14度、横浜、千葉15度の予想で、平年3度くらい上回る見込みです。風は比較的弱く穏やかな天気となるでしょう。ただ空気の乾燥した状態続いています。火の取り扱い十分ご注意ください。東京地方今日は晴れ、降水確率1日通して0%、 明日は晴れのち時々曇りでしょう。現在乾燥注意報が神奈川県、栃木県に出ています。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。こういうニュースがありますね。牛丼チェーンのすき家ですが、20日牛丼の並盛り、23日午前9時からあさってですね、50円値上げ、税込み400円、沖縄除きますけれども、その他の地域では50円値上げで税込み400円にすると発表しました。アメリカ産牛肉の値上がり、あと原油高による輸送コストの上昇、これが理由となっています。並盛りの値上げ、人件費上昇で60円ほど引き上げた2015年4月以来となります。中盛り、大盛りはともに70円上げて550円、メガも70円上げて850円です。豚丼の並盛りは400円、サラダも160円として、ともに20円の値上げで、持ち帰りの容器なども値上がりしているほか、半導体不足で注文用タブレットの導入費、これもかさんでいるといいます。まあ、牛丼デフレの象徴とも言われていたんですけれども、吉野家、松屋ともに大手3社が揃って値上げとなりました。牛丼の値上げ、田中さん、牛丼ってのはいかがですか？そうですね、たまには召し上がる。僕はですね、肉抜き、ネギ抜き、ご飯抜きで、ちょっと待ってください、肉抜き、あれ全部食べてないってことじゃないですか？じゃあ生姜だけですか？いや、つゆだけもうそれぐらいですね。まああのね、はい、牛丼特にね、あのといえばやっぱ、我らがあのパイセンである森永卓郎、さんのですね、あのテリトリーですけどね、牛丼は、はい、まあ、よくね、今ご説明があったようにデフレの象徴と言われていますが、はい、まあ、今回のねこの、アメリカ産牛肉の値上げとか、はい、原油高のね、輸送コストの値上げ、いわゆるこの、
まあ、悪い値上げですね、はい、これはね、あの人件費の値上げ、人件費が上がってですね、はい、それをまあ価格に転嫁するっていうのは、例えばそれ2015年ですから、これアベノミクスがね、はい、ある種絶好調だった時ですか、でいわゆるこの労働市場がタイトになって、まあ、人手不足の状況になって、でそれで人件費が上がってってですね、価格が上がると、はい、これは別にまあ、いい、まあ買う方からするとちょっと値上げはね、はい、嫌なんだけれども、それでもまあ言ってみれば、いい値上げですよ、まあ、人件費上がった方が商品にね、そう使うとなると、はい、そうなんですよね、で今回のは単純に悪い値上げですよね、はい、ですので、まあ、隠れデフレ的な現象ですよね、はい、我々 の懐はますます厳しくなると、いう意味ではですね、ちょっと嫌な傾向かなと思いますね、まあ、ですからね、これまですき家の牛丼並盛り350円だから食べようと思って食べてた方が、50円あさってから上がる、400円になる、ちょっとじゃあね、そう、ネギ抜きにしようかとか、いやネギ抜きでご飯抜きにしようか、ご飯肉抜きだっつって、待ってください、だったら食べられないじゃん、汁だけつゆダクダクっつってそれじゃ成り立たないんですけど、でもちょっとこうね、3回食べてたのを2回にしようだとかって、3回も1日3回も食べる、1日じゃないけど週に3回とかね、タクロパイセンでさえもそんな食べませんよ、そんな食べない、週に例えば4回食べてる方が2回にしようとかね、そうなるとやっぱり減ってきちゃうわけですから ね、まあ、あとですね、ウニの取引価格も高騰していて、豊洲市場で今の時期ですね、主力のロシア産のバフンウニの卸値、安値でも1枚、まあ、あれ箱詰めみたいになってますから 250g 8000円前後と、前の年の同じ時期の2倍の水準だと、高いものでは2万円前後となっていると、殻の中の身が小さくてぶどまりが悪いんだそうです。で国産主力の北海道産が赤潮の影響で1枚3万円を超える値段、前の年の2倍の水準で最高値となっているということなんですね。まあ、競り場では品薄感が強まっているとしています。ウニが高騰している。ウニはどうですか。あ、ウニはね、このね、大好きで、はい、私のですね、母方 のおばあちゃんがですね、行商をですね、アルバイトでやっていて、行商、はい、よくですね、このバフンウニのですね、この何て言いますかね、ケースごとみたいな感じで、はい、よくですね、ウニ丼とか食ってましたね。あ、ウニ丼、うわ、もう、ウニしかないみたいな。あ、そうですか。ウニの下はですね、もうね、肉抜き、ネギ抜き、ご飯抜き、ウニしかないじゃないですか。じゃあウニの下板しかないんだ。じゃあ板しかない、ここでちょっと訂正をさせてください。私先ほどすき家豚丼って申し上げたんですが、すき家はとん丼と読むんだそうです。とん丼と読むんですか。とん丼ですか。もう豚抜き、とんですから、とん丼、まあいいじゃないですか。どうせ、豚抜き、ネギ抜き、ご飯抜きで言ってたんだから、まあ、それだったら大丈夫ですけどね。固有名詞としてはおそらくトンドンと呼ぶんだそうですね。おそらく吉野家は豚丼かな。いや僕はね、豚丼は違うのかな。牛丼しか食べたことないですね。あ、そうですか。豚も美味しいですよ。あ、そうですか。結構、ほら、一時牛肉が品薄になった時ありましたよね。 ありましたね、あの時に豚丼ってのが出てきて、じゃあもう本当にね、今日、帰り寄りますよ、はい、とんどんでしたっけ。とんどんです。とんどん一つ、肉抜きで、だから肉を抜いたらもうこれとんじゃなくなっちゃうんですよ。汁だけじゃちょっとつまんないじゃないんですよ。汁だけじゃちょっと成り立たないですから、ただウニもね、となるとこれは回る方も高くなってくるんですか。これ、あ、回る方ね、回るお寿司もね、どうなんでしょうね、これね。ウニ一つとか言ったら ね、はい、ねウニ抜きとか言ってね、回ってきちゃったりしてね。ウニ抜いたら今日安いもや軍艦で今日はお安くしましたよとか言ってね、海苔巻いてるだけで、ね、ウニが何にもなくてふざけちゃったり言ってるんですか。はい、時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀臣さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞、基金乱立膨らむ補正予算、総額 35.9 兆円と過去最大の2021年度補正予算が昨日成立しました。
基金の新設積み増しに使う支出が少なくとも 3.7 兆円と全体の1割を占めます。政府は12月からの21年度の4ヶ月と22年度予算案合わせて16ヶ月予算として新型コロナウイルス化に対応します。監視の目が働きにくい基金が歳出増の隠れ蓑になれば賢い支出が遠のく懸念があると出ています。21年度補正の規模が膨らんだのは各省庁が当初予算で要望した事業補正に計上する補正回しが常態化している背景があるといいます。社会保障費など恒常的に必要な経費を積み上げる当初予算は翌年以降ですね、この目安となりやすいと。そしてこのためですね、財務省が当初予算の歳出を抑え、補正予算は査定が比較的甘くなる傾向にあるということのようなんですが、こういった事情、田中さん、これはどう捉えますか？いやね、はい、日本経済新聞の記事がベースなだけあってですね、はい、本当にもう緊縮志向だなと。だいたい今経済危機なんで、賢い支出ってね、はい、そんなのね追求するよりも、はい、とりあえず経済の傷んだところにお金出さなきゃしょうがないと、だから直近でもですね23兆円かな、はい、ぐらい、GDP ギャップが空いてるんで、はい、まあ、それどうにかしなきゃいけないですよね。26兆とも言われてますよ ね、ね、だからそれをまあどうにかしなきゃいけないのが、はい、まあ、最優先で、それこそが賢い支出なんですよ、はい、で、基金もね、これは僕はね、いいと思ってるんですよね、はい、確かにガバナンスだとか考えたら賢くなくなっちゃうかもしれませんが、基金的なね、やり方のいいところは、これ切れ目なくお金が出るっていうことをですね、人々が、予想するんですよ、そうすると財政政策がちょっとしたね金融政策と同じような効果をね働く、効果が出るんですね。役を果たすということですね。金融政策の効果っていうのは、これ長期的にお金が出てくるんだっていうね、予想をね、もたらしやすいんですが、はい、財政政策って、補正予算って1回きりで終わっちゃって、で終わればまた元に戻るみたいなね、ことになっちゃうじゃないですか。でも基金の形式にすればですね、はい、これまあずっと出てくるんだと、はい、だから基金じゃなくてもう省庁にするとかね、いうのも一番いいですよね、だから国土強靭化計画も、はい、国土強靭省にするとか、はい、国土強靭基金にするとかね、いろんなやり方があるんですよね。でそれで、切れ目なくこの公共事業が出るっていうふうにすればですね、はい、人材育成だってねしやすいんですよ。今ね、公共事業やろうと思ってもね、すぐね人材が不足しちゃって、はい、お金はあれどもですね、人が足りないみたいなね、はい、ことが恒常化しちゃうんですよ、でそういうことをなくすためにもですね、長期的にお金が出るっていうことをすればですね、はい、防災インフラの整備とかね、そういったことにも役立つし、あと教育にもね、今回補正予算で積み上げてますけど、はい、やり方ね、やっぱね、ちょっとね賢くしすぎちゃって、はい、使い勝手が悪くなっちゃうんですよね、研究なんかね、もう裾野を広くしちゃった方がいいんですよ、こんなところにお金いるみたいなねところに、お金を使うっていうことが、はい、余裕がないと研究ってね、できないんですよ、本当に。だって失敗もしますものね、考えてみてくださいよ、はい、私ね、本当ね余裕がないとね、はい、今みたいな言論活動なんかできませんから、これね、朝9時から5時までね、大学に張り付いて、何かやってください何かやってくださいなんて言われちゃったらですね、これダメなわけで、はい、そんなことになったらですね日本の研究者みんなね、ダウンしちゃうわけですよ、これはねいろんな余力を持たせないと創意工夫なんか出ないんです、はっきり言って、はい、だから政府が賢い支出をやめる、ね、これが重要です、賢い支出なんていうのはね小賢しいんですよ、はっきり言って。そうなんですね、今の時期は特にそうですよね。そうです、はい、で21年度補正ではですね、基金向けの支出が一般会計で3兆7605億、特別会計で1530億円の全部で3兆9135億円に上ったと。予算の明細書に基金向けと明記されるようになった14年度の補正予算以降では、脱炭素技術の研究開発支援向け2兆円基金で全部で5兆円弱に膨らんだといいます。この膨らんだのがこの20年度の第3次補正予算に次ぐ規模なんですね。で基金は予算の単年度主義に縛られず長期にわたり機動的に財政出動できる反面、額ありきで需要が過大に見積もられやすい、先ほど田中さんもおっしゃってましたけども、長期でねいけるということもあるけれどもということが言われてはいますけれども、
まあ、これはだからね、こういったね、せこい発想でやったから、例えば90年代の時のね、はい、あの公共事業潰しとかダムは無駄だみたいなことやってて、はい、で結局何があったかっていうと、この財政が先細っちゃって、はい、金融政策を、ようやくね、はい、日銀が政策転換しても財政は全然未だにっていう感じで、はい、なかなかこの、ね、長期停滞を脱出するのに時間がかかって、はい、で、今現在どうなってるかっていうと、まあ、なかなか、ね、デフレ経済、うん、やはり脱却できてないと。できてますよね。それは やはりですね、こういったね、財政の効率化、はい、小さな政府路線、はい、そういったものに、まあ、世論もなびきやすいと、でそこね、目を覚ますべきですよね、はい、そういったものをやって、この30年間日本はね、なかなかこう、長期停滞を脱却できなかったので、はい、その失敗のシナリオをまたやるんですかと、むしろ、金融も財政も、はい、まあ、今はフルスロット、ね、はい、で、危機を脱した後も巡航速度でやっていくっていうのが当たり前ですよ、はい、うん、今は政府がお金を使う時期だということですね、続いてこちら、日経新聞、失業給付保険料 0.6% に。政府は2022年度の雇用保険料の失業等給付、この両立に関して10月から 0.4% 引き上げ 0.6% とする方向で最終調整に入りました。9月までは現在の 0.2% を据え置く見通しです。労働者企業の負担が増えるとして、来年夏に参議院選挙を控える与党内で引き上げに慎重な意見が出ていました。新型コロナの影響のこの長期化で、去年2月からこれまでの雇用調整助成金、雇調金がですね、などこの支給額が5兆円を超えています。で、従業員と企業、それに国が拠出する雇用保険、財源不足が課題となっています。まあ、このため政府は雇用保険のうち、従業員と企業の労使で現在賃金の 0.2% を負担している失業給付などを支払う事業の保険料率、来年10月から 0.6% に引き上げる方向で最終調整に入りました。この失業給付の保険料の引き上げですが、田中さん、これはどうご覧になりますか？こういうことをやるから岸田政権のね、あの評価が、あのパッとしないんですよ。はい、まあ、クロート的に言うとですね、この経済危機、しかもですね、はい、ポストコロナではこの景気回復に舵を取らなきゃいけないのに、逆にですね、国民の財布直撃するような、はい、政策をしてね、何が嬉しいんだと。まあ、これはだから労働者と企業が負担するものですね。で、今回の補正予算にもですね、この財源不足を補うような、はい、予算をつけてますからね。だから国債発行をして、当面ね、乗り切れば、はい、また経済が巡航速度に戻ればですね、この財源不足問題も解決すると思うんですよ、現行の両立のままで、だからね、こういったことをやるから、岸田政権は人の意見を聞くイコールダメになるみたいなね、はっきりしないんですよ、はい、本当にね、岸田さんはね、もう少し軸をね、しっかり持った方がいいですよね、新しい資本主義っていうね、はい、スローガンは結構なんだけど、それのぶっといね、経済政策の柱、はい、ちゃんと作んなきゃダメですよ、そうしないとね、こういったね、まあ、せこい話がね、ポロ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 出てきて、なんか何やりたいのかはっきり分からないと、はい、あなたはコロナ禍を乗り切った後、どういった形で日本経済を盛り上げていくのか、はい、そのビジョンをね、むしろ具体的に示した方がいいと思いますね、はい、で、この政府はですね、当初来年4月から 0.5% に引き上げることを検討していたんですが、与党内から来年夏に参議院選挙を控える中、新型コロナの出口も見えない中で国民に追加の負担を強いるべきではないといった意見が出されたことから、来年度前半は据え置いて引き上げ時期を遅らせることになったといいます。一方、企業のみが負担し、雇調金、雇用調整助成金などの財源となる事業の保険料率は来年4月以降、賃金の 0.3% から 0.35% に引き上げるほか、労使が負担し育児休業給付などを支払う事業は 0.4% に据え置く方向で最終調整を進めています。
コロナ禍ではこの雇用保険のあり方、これも改めて考えるということなんですけどもね、考えさせられる。だからね、こういったね、せこくね、せこいっすよ。だからね、党内で、新型コロナの出口も見えない中でうんぬんって言ってるんでしょ、でそれ、参院選の後は上げますよ、参院選目当てなんですよね。こんなんね、国民ね、騙されるわけないじゃないですか、ね、だ参院選後には今田中さんおっしゃったみたいに、これ上げる気満々ってことですよね。そうですよね。でもしかも参院選後、コロナ禍から、仮にですよ、脱却して、これから経済盛り上げていこうって時に、いろいろなね、負担増みたいな話が出てきたら、これや、ともかくね、財務省を上げて、なんか知んないけど、国民の消費をできるだけ叩こうみたいなね、もう消費増税もしかり、そうですね、一体何を考えているのかなと思いますよね。財務省は本当ね、今のトップの連中は、僕のね、同じ受験戦争を戦った連中が今のね、あの人たち年代として、やっぱ頭悪いですよ。だって僕同じぐらいのレベルですから、頭を打つの良くないでしょ私。いやいいですよ。沈黙成人とか。だから待って、沈黙成人じゃねえや。ここ入れるんですか。ここぶっ込んじゃった今。ごめん。しかもなんか沈黙成人とかわけわかんない。何と言ってんですか田中さん。急に何か降ってきましただからその程度なんですよ、その程度の連中が、ね、もっとね謙虚になると言いたいですね、お前ら全然頭良くないし、むしろ頭悪いんだから、人の話を聞くのは財務省ですよ、傲慢すぎ、はっきり言って財務省こそ人の話を聞けと。そうですね、国民の話をよく聞くべきですよね、本当に。はい、いやだからね、これ例えばですよ、いろんなこのコメンテーターの方から私もお話聞いてます。だからこのインフレターゲットがあるわけですよ、物価がだから 2% 上がった暁にはこういうことをやっていけますよぐらいだったら分かるんですけどね。そうです ね、しかもね今ね、インフレターゲット 2% を達成しやすい状況なんですよ、やはりですね反動増で、人々のですね、なんていうかリベンジ消費とか言われますね、そういったものが来年盛り上がるんじゃなかろうかって言ってるんですが、その中でこういったね、しょぼいものをちょく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 ね、上げてったら、そのリベンジ消費もね、どんどんね、サラミのように、どんどんこう薄く削られてってね、削がれてく、結局しょぼいものになっちゃって、あれリベンジ消費って何それって、そんなだったら日本終わりですよ、はっきり言って、しっかりと。だからこの経済が温まるまではね、政府が出資をする、お金を使う、もう財務省も含めて、今の日本のエリートは大したことがないんだっていうね、自覚を持った方がいいですよ。そうですね、でも海外の例がちゃんとあるわけですよね、いい例が、いい例があるんですよね、でもね、おそらくね、新聞も読んでないんじゃないですか、忙しくてですか、忙しくて、もうそのレベルですよ、はっきり言って、一昨日来いって感じですね、言葉悪いですけど本当に、はい。続いてはこちら、日経新聞、アメリカ200兆法案窮地に。アメリカのバイデン政権が与党民主党内の内紛で窮地に陥っているという記事です。子育て支援、気候変動対策への財政拡大を目指す看板政策について、党内で保守層に近い、マンチン上院議員が反対を表明しています。共和党に近い富裕層からも、献金を受けるマンチン氏のこの造反を止められないと、来年の中間選挙に向けて政権運営大きな打撃を受けることになるとしています。でこの上院で法案を通すためには民主党議員の全員が一致する必要があります。マンチン氏は造反をちらつかせ、まず自身が推す超党派のこのインフラ投資法案、これを実現させたいと。歳出歳入法案の規模を当初案の 3.5 兆ドルから半減させることにも成功しました。で政権支持率低迷続けていて、看板政策の実現が不透明になり、来年秋の中間選挙への挽回策が見当たらない状態です。年が明ければ共和党との対立色は今以上に強まって、法案成立のために共和党議員の協力を得ることは一段と現実味が乏しくなっていきます。アメリカのバイデン政権、与党民主党内の内紛で窮地に陥っているということなんですが、田中さん、こういうことがあるんですね。そうですね、マンチン氏、ここで何か言いたいこともあるんですが、いやいや、それは置いといてですね、もう察してますよ、リスナーは、はい、すいませんでした、でそれでですね、この、法案も要するにこの10年にわたってですね、切れ目なく財政を出していこうと、これはですね、日本
日本で言えばですね、基金的な方式ですよね、はい、まあ、それを、まあ、なかなかこれ難しくなってきてですね、アメリカの、経済政策がですねすごいと褒めたたいていた人たちがですね、急激に最近声を上げなくなってるんですよ、でアメリカを高めて日本を叩くみたいなね、日本の方は一応規模はね、最大級の補正予算を、通しますからね、そういったところを見るとなかなかねアメリカも、まあ、苦心してるなと思いますよね、マンチンしかいやだからそこはもういやいや、はい、もう反応も結構来てます、すいませんでした、加えてっていうふうに、加えて、いやいやだからいや、はい、続いてこちら、日経新聞、一人で4人介護可能に、政府は介護の人員規制の緩和検討します。介護施設の入所者3人につき少なくとも1人の職員を配置する現行の基準、これを見直して1人で4人に対応できるようにする案軸に調整します。センサーなどの IT を活用することで介護現場の生産性を高めると。介護医療の現場、センサーで患者らの状況を確認したり、ロボットで作業負荷を抑えたりする技術開発進んでいます。ただ省力化が可能でも現行の配置基準があるために事業者投資に踏み切りにくかったというのが現状でした。で介護、少子高齢化で需要が高まる一方で担い手不足というのが指摘されています。厚労省のこの将来推計で、介護人材というのが23年度に22万人、40年度には69万人足りなくなるために、政府は早急に対応する必要があると判断しています。IT の活用によって1人の職員で4人の介護対応を可能にするという案、これはどうご覧になりますか。そうですね、やむにやまれず、まあ、規制緩和をしているという側面がありますが、はい、やっぱ介護職の、方々のですね、まあ、基本的な待遇を、上げていくような政策が必要かなと思いますね、はい、やはりこの 人材不足、なり手のですね、不足の問題を、まあ、長期的に解決するためには、はい、それがまず第一に求められるかなと思いますね、はい、まあ、今回の補正予算でも、待遇を、ね、アップするための予算枠は確保されてますが、1回だけじゃなくてこれはもう持続的に取り組む話だと思いますね、はい、そうですね、はい、時刻7時半です。文化放送、おはようテラちゃん、時刻7時31分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。さてここで JA 新潟からえのきたけ、生しいたけ、ぶなしめじ、なめこが入った新潟県産のきのこセットプレゼント、当選したお二人発表しましょう。練馬区にお住まいのブレイドさん当たりました、おめでとうございます。もう一方は埼玉県北葛飾郡にお住まいの平野こみたんさん当たりました、おめでとうございます。さて神田沙也加さんの急逝を受けて NHK 大晦日の紅白歌合戦への出場が決まっていた松田聖子さんの、この母親で歌手の松田聖子さんのですね、気持ちを尊重するため、昨日昼過ぎに予定していた出場歌手の歌唱曲目の発表を延期しました。関係者によると松田聖子さん、まな娘のですね、突然の訃報に憔悴しきっているといいます。田中さん、この突然の出来事は田中さんどう感じになりました。そうですね、僕は神田沙也加さんのライブにも行って、はい、そうですか、まあ、握手会にも、ね、参加して、はい、まあ、言葉も交わしたことありますし、非常に不安だっただけに、本当にこうショック受けましたね、ましてはね、ご両親の、はい、まあ、衝撃たるや ね本当に想像できないぐらい深刻だと思いますね、まあ、これ先日申し上げましたけれどもね、旗から見てると神田沙也加さんもう順調にこうね、年を重ねてるなって感じがしてたんですけども、そうですね、非常にこの個性的で、努力を積み重ねてですね、はい、まあ、輝きを増していった方だと思います、はい、でもやはりご本人の中にはその悩みがあったのか、うん、それとも事故なのか、そうですね、これはまだね、明らかにはなっていませんけれども、
まあ本当にこの残念です、残念としか言いようがないですよね。はい、謹、はい、んで哀悼の意を表します。今朝のコメンテーター経済学者上武大学教授田中秀富さんでした。田中さんありがとうございました。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。